どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。治安維持法不買同盟第58回総会の開催、本当におめでとうございます。ご紹介いただきました参議院議員の伊藤岳でございます。今日は30分もお時間いただきまして国会報告などさせていただくという機会をいただきましてありがとうございます。先ほど小池副会長から地方同盟の出番の情勢だというお話がありましたが、私も全く同感です。1月から6月の21日まで開催をされました。今年の通常国会を振り返ってみますと、一言で言ってこの国会というのは治安維持法の犠牲者の皆さんも含めた先輩たちが築き上げてきたこの国の形、日本の国の形を根底から覆そうという岸田政権の暴走との戦いの国会だったと思うんですね。で、大きく言って今年の通常国会は岸田政権は2つの角度からこの国の形を覆そうという策動をに打って出ました。で、一つはいわゆる岸田軍拡と言われるこの国の形を平和の国からまた再び戦争を招くような国に変えようという、この国の形を根底から覆す策動が一つ。で、もう一つは入管法やマイナンバー法に見られるように国民の命と人権を損なう、そして国民の命と人権を守る根本的な制度を覆してしまおうという策動がありました。マイナンバー法というのは一言で言って国民皆保険制度という私たちの国の形を根底から覆すものであります。こうして今年の通常国会は片や岸田軍拡で平和の国の形を壊す、もう一方入管法やマイナンバー法に見られるように国民皆保険制度などの私たちの国民の暮らしを守る国の根本的な形を覆そうという策動があらわになった国会だったと思うんですね。もうすでに皆さんには詳しく説明する必要がないと思いますが、岸田軍拡によって私たちの国が具体的には大きく2つ変わります。1つは有事ではなく平時の段階から諸外国に脅威を与える国に変わるということです。軍事費を倍にするイコール世界第3位の軍事大国になる、そして世界3位の軍事大国として持つ一番の武器は敵基地攻撃能力といわれる弾道弾ミサイル、トマホークというミサイルを持ちますが、これは過去にアメリカが侵略戦争の時に使ってきたミサイルです。でこのミサイルを持つことによって私たちの国は平時から諸外国に脅威を与えるという国になってしまいます。もう一つ岸田軍拡によってもたらされる変化は、わざわざ私たち日本の国に戦争の火種を持ち込む、この国に戦火を持ち込むという変化をもたらすことになる。敵基地攻撃能力で具体的に持つ装備は北朝鮮、中国、ロシアにはるかに届く弾道弾ミサイルを
たくさん装備しますけれども、将来的には防衛省は極超音速ミサイルも持つって言ってますね。超音速の前に極がつくんですよ。超の前に極がつくんですから、とんでもないものなんですが、この極超音速ミサイルというのはどういうミサイルかというと、マッハ5以上で飛ぶミサイルを極超音速と言います。想像できませんね。音速も想像できないんだから、その上に極がつくわけです。で、私調べてましたら、マッハ5というスピードは東京新大阪間を3分ちょっとで飛ぶ速さです。ですからね、撃ち落とすことが不可能なんですよ。迎撃不能と言われるミサイル。で、こんなミサイルまで持とうという岸田軍拡ですから、こんな国になってしまったら、そしてそういうミサイル能力を持って、しかもですね、アメリカのミサイルチームに仲間入りすることを宣言しました。統合防空ミサイル防衛システムというアメリカのミサイルチームに入るんです。ちょっと長いですが、統合防空ミサイル防衛システムというアメリカのミサイルチームに入るんです。極超音速ミサイルも兼ね備えながら。で、ね、そうするとね、私たちの国どういうことになるかと言いますと、仮に日本の国がですよ、極超音速ミサイルなどを使って他国を攻めなかったとしても、このアメリカのミサイルチームに入るアメリカやドイツなどどっかの国が別のどっかの国にミサイルを撃ったら、その時点で、まあ、撃った国は狙われるの当然ですけれども、ミサイルチームの一員である私たち日本の国も同じ仲間だとみなされて、相手国からの報復攻撃を受ける対象の国になってしまうということを意味します。わざわざ戦争の火種を持ち込むということなんですね。なぜならばワンチームだからですよ、ね、サッカーだってそうですよね。シュート打った人だけが狙われるわけじゃないですよね。チーム全体がやっぱりこう相手のチームから狙われるわけですよ。で、こういう国に私たちの国が様変わりしてしまうということを意味します。で、こんな道を許していいのかどうか、アメリカ言いなりに、アメリカ軍需産業の武器を爆買いして極超音速ミサイル誘導弾のまで持ってわざわざ戦火を呼び込むような国に突き進んでいいのかどうかというのが、私たちの目の前に問われている大きな問題になっています。その一方で、先ほど言ったもう一つは入管法、マイナンバー法、国民の暮らしを守ってきた国民皆保険制度などを金繰り捨てようという、まあ、岸田政権の暴走です。マイナンバー法はちょうど私の所管委員会の課題だったものですから、1月から6月までの国会で私、マイナンバー法の問題だけ16回質問しました。700人以上国会議員がいますが、マイナンバー法の質問の数だけは私トップです。全国会議員の中で一番マイナンバー法を取り上げた国会議員になりました。これ私言ってんじゃなくて、読売新聞がちらっと1ぐらい書けますけど、マイナンバー法に関わっては一番質問した議員だと。で、いろんな角度からマイナンバー法を、質問してきましたけども、これね、国民皆保険制度を金繰り捨ててしまうものなんですよ。まあ、マイナンバー法というふうに言いますけども、いろいろなことが決められたんですが、一番の核になるのは現行の保険証を廃止する、そしてマイナンバー保険証か資格確認書を持たせる、保険証は自動的に届いてた国から欲しければ取りに来いという申請主義の国に変えられるというのが、このマイナンバー問題の一番の核心です。
で、この神聖主義ということになると何が起きるかというと、神聖漏れというのが必ず生まれます。政府はそのようなことがないように干渉しますですね。あの干渉って映画干渉の干渉じゃなくて進める方の干渉、もう神聖漏れがないように干渉しますから大丈夫ですというのはずっと私の質問に対する答弁でした。でしかしね、いくら干渉されたって一人で神聖交付に行けない人がいるじゃないですか。例えば要介護高齢者、例えば重い障害の持つ方、どうするんですか。で政府はいろいろ言い繕って、最初はの代理申請でもいいと。だから施設に入所してる人はその施設の職員がね、代理に申請してもいいと。で私そこで代理申請可能だっていう施設は保団連の調査では 6.5% しかありませんよと。 94% の施設に入所する年は無保険になるんですかって聞いたら、いやいや検討しますと言ってたんですけども、その後政府がいろいろ言ってきたのは、代理申請が OK な上に最近ではですね、申請しなくても OK ですって言われてたんですよ。本人が申請できない、代理の人も申請できない、申請なしでも資格確認書を職権交付しますと。でしかも資格確認書は1年期限というのは評判悪かったので、最大5年まで有効期限を延ばして、マイナ保険証も持てない、資格確認書も申請できないという人には漏れなく交付しますと言いましたね。ただね、当分の間ってついてます。でこれいつまでこれがねやられるかはっきりしません。しかもですよ、やっぱりね、申請主義の限界がありましてマイナ保険証を持ってない、資格確認書も申請できない人には交付するっていうふうに言うんだけれども、どうしてもね、一時的にはね、無保険状態になる人が生まれるんですよ。あえて思想調査みたいになるから聞かないけど、大体ここにいる人はみんなマイナ保険証は持ってないでしょ。多いんですよね、党の近いところ行くと。マイナンバーカードなしても私持っていかないから関係ないわって結構多いんですけど、まあ、でも巷ではもう7割持ってるわけですよ。でこういうところ行くとほとんど持ってないんですけど、でそのね、それはいいとして、そのマイナ保険証を持った人が一旦持ったけども持たなくなるってことがあるんですよ。どういうケースで持たなくなることがあるかというと、今流行っている自主返納ですね。やっぱりやめたってやつ。あとね、もう一つはね、マイナ保険証ってのは5年更新なんで、更新時期には申請しないとね、自動的には更新されないんですよ。でそこで申請漏れするとね、無保険状態なんですよ。で今ね、仕組みで言うと、無保険状態になった人が各健康保険組合に通知が来るのは3ヶ月に一遍なんですよ。だから無保険になってから最大3ヶ月、政府が言っている資格確認書を届けますと言うけども、届かない期間が3ヶ月間生まれる仕組みなんですね。だから、ね、いろいろ政府言い繕うんだけれども、現行の保険証を残せばいいだけじゃないですか。現行の保険証を残せば永遠に申請は必要ないんです。永遠に有効期間ないわけですよ。でしかも職権じゃなくて自動的に交付される。でしかしこの制度をこのまま進んでいったら、日本の国に初めて大量の無保険状態、つまり初めて国民皆保険制度が事実上崩れると。保険証1枚あれば誰もがどこでも安心して医療を受けられた国の形が崩されてしまうという事態になってしまうということですね。でこういうふうに、片や岸田文革で平和の形が壊され、片やマイナンバー法で
国民皆保険制度という国民の守る国の形が壊されようとしている。まあこのまま突き進んでいいのかということが私たちの目の前に問われている大問題だということだと思うんです。それでですね、治安維持法、国売同盟との関係でもう一つ今日お話をしたいのは、まあ、なぜ国民の反対があっても岸田軍拡に突き進むのか。マイナ保険証についてはもう7割いる人がやっぱりやめるべきだと言ってます。なのになぜやめないのか、一体その背景には何があるのかということなんですよね。で、一言で申し上げまして、岸田軍拡が暴走が止まらない背景にはアメリカ以内の政治があります。マイナンバーの暴走が止まらない背景には財界優先の政治があります。まあ、よく共産党が2つの歪みを正そうというふうに言いますけれども、この2つの歪みが根底なんです。あまりにもアメリカ言いなりになろうとするから、アメリカの武器を爆破する岸田軍拡が止まらない。あまりにも財界優先の政治だから、財界の要望であるマイナンバーカードへの一本化が止まらないということなんですね。で、今日はちょっとそのマイナンバーカードと財界の関係というのをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、財界はですね、1990年代からもう、ですから今からもう30年前から国民に個人番号を振って個人番号カードを持たせよう、まあ、今でいうマイナンバーカードを持たせようということを一貫して政府に要求してきました。で、2015年にいわゆるマイナンバー法が通りまして、その時に皆さんに勝手にマイナンバーカードが付けられてるんですね。よく誤解をする人がいるんですけど、私マイナンバーカード持ってないから大丈夫ですという人いますけど、マイナンバーカード持ってなくてもマイナンバー皆さん勝手につけられてるんです。マイナンバーとマイナンバーカードとまたマイナ保険証ってまた別物なんですよ。よく誤解があるんですけど、マイナンバーも勝手に2015年にみんな振られてるんです。12桁で、これが2015年、財界に動いて振られました。で、それ以降も次に財界を動かしてきたのは個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを全国民に持たせろという要望をしてきた。で、最近では2022年に経済同友会という経済団体がどうして国民がここまでマイナンバーカードを持たないのか、それは保険証があるからだと。保険証があるからマイナンバー保険証が進まないんだと、マイナンバーカードの取得が進まないんだと。だから保険証をなくせっていうのもね、強めてきたわけですよ。で、その財界の要望を受けて、例の河野大臣が2024年までに保険証を廃止するっていう発言をするようにつながっていくわけですけども、そうやって財界が要望し、財界が要望した通りにマイナンバーが腐れ、今度は保険証をやめてマイナンバーカードを取得、全国に取得するようにという流れがね、今作られてきているということです。で、なぜこの流れが作られてきているかというと、財界は次のような要望をしてきました。一つはですね、全国民が個人番号カード、マイナンバーカードを持つことによって、国民のある A さんという人が、生きてから死ぬまでの全ての国民の全生活が、A さんが、全容がマイナンバーカードに集積されることが重要なんだと。最終的には国民の資産も紐付けろと言って。今のマイナンバーカードに、さっきマイナンバーカードとマイナ保険証違うと言いましたけど、マイナンバーカードっていうのを取得しただけでは保険証の機能を果たしません。マイナンバーカードを取得した上に
マイナポータルっていう機能を有効にすることによって保険証として使えるんですね。で、このマイナポータルっていうマイナンバーカードにある IC チップ、まあ、皆さん持ってないから見たことないでしょうけど私は持ってないもんでね、国会で質問するときなかなか大変なんですよ、現物ないから。マイナンバーカードにチップがついてるんです。で、そのチップの中に保険証の情報だとか、年金の情報だとか、収められてるわけね。で、今、大体29項目収められてるんですけど、だんだんこれ広げていって、例えば東山さんの銀行口座はね、りそな銀行で150万ありますとかね。三菱住友で50万ありますね、どうか分かんないですけど、そういうのは全部ひもづくわけですよ、ね、大野達夫さんはね、栃木銀行で妻に内緒で10万があるとかね、全部こうひもづくわけですよ。で、こうひもづけろって財界要求する。で、そして国民の資産までひもづけたら究極の歳出削減が可能になるって。国の歳出削減、財界大企業の歳出削減が、歳出削減が可能になる。なぜならば、東山さんこんな貯金持ってるんだ、もっと税金取れると、こんな社会福祉東山さんに必要ねえじゃないって、こういうこの個人のね、医療介護のこの切り詰め案が国が持てるわけですよ。で、これは最終的にはこの消費税増税にも使いましてね、消費税を 10% ですけど、今消費税を、ね、10% 以上に増税しようとすると、逆進性の是正っていうのがね、もうやっぱりこう求められてくるんですよ。もう今でも逆進性なんだけど、消費税をこれから12とか15にしようと思ったら必ず逆進性の対策を持つっていうのがもう国会の議論になってる。逆進性の対策っていうのは、まあ、今でもあるんだけれども、つまりその消費税をさらに上げたときに低所得者の人に対する逆進性対策を取りなさいってことになってる。で、例えば消費税を 15% にしたら低所得者への一定の交付金とかね、そういう制度を作りなさいってことになってるんですよ、うん、でね、そうするとね、このね、国民の資産を全部紐付けるとそれができるんですよ。だいたいこれぐらいの資産の人はこれぐらいいるから、これぐらいの層の人はこれぐらいの給付金やれば消費税 15% だいたい OK だなとかね。で、消費税増税の道具にもしていこうという財界のやり方で、そうやって歳出削減ができて消費税増税ができると、企業を財界が出す負担する税金やね、社会保険料の負担が削れるんじゃないですか。で、これがマイナンバーカード、マイナンバーカードと財界が要求してきている財界の意図の一つ目なんです。で、もう一つ意図がありまして、財界がいろんな要望を出している中にはですね、個人の情報を全部マイナンバーカードに紐づけると。で、これはビッグビジネスになるって言ってるんです。ビッグビジネス。とりわけ医療情報が国が握って、それは企業が利用できれば企業にとっての最大のビッグビジネスになるって言ってるんですよ。財界のもう一つの狙いはここなんです。さっき言った一つはその歳出削減、もう一つはこう企業のビジネスで、例えばこれから保険情報がみんな紐づけられてきます。で、この保険情報は企業に渡ります。で、企業はこの儲けをどう、これから儲けをどうするかって考えるんですね。例えば一例申し上げますとね、大阪万博ってこれ、まあ、開かれるかどうか怪しくなってきましたけど、大阪万博があります。で、大阪万博ではね、マイナ保険証の実証実験みたいなのやるそうなんですよ。マイナ保険証元気のね。で、大阪万博に来ますと入場券がこう渡されて、それを首にぶら下げて博覧会の会場もあるそうなんですけど、まあ、で、そこにはね、マイナ保険証もどきの情報を入れるんですね、実証実験で。つまり、例えば東山、さっきから東山のばかり言われて、東山さんの保険情報の一部が入ったものをね、首にぶら下げて会場もあるんだそうですよ。で、東山さんがレストランに入っちゃうと、
あなたのおすすめメニューはこれです出てくるんです。つまりそれ一人の人の持っている医療情報に基づいていいメニューを紹介する。例えば糖尿病がある方には糖尿病に良くない食事は紹介しないとかね。そうやってこうセールスしてこの食事を食べてください。だから、ね、こういう風になってくるんですよ。だから全ての国民の医療情報をチェックして、まあ、だからね、おそらくね、糖尿病の人は糖尿病の案内がどんどん届きますね、これ企業からっていう風にしてこう、企業の儲けの種にしていこうっていうのがね、財界のもう一つの狙いなんですよね。で、結局私何が言いたいかというと、国売同盟の皆さんの出番じゃないですかってことなんですよ。だからマイナンバーカードのいくつも先っていうのは国民の情報管理なんですよ。全ての国民の情報を管理して、でその管理した情報に基づいて国民を統制していこうという道具なんですよ。もうまさにね、現代版治安維持法じゃないけども、とにかくマイナンバーカードというツールを使って国民の生まれてから今までの全ての情報を握る。そのことによって国民を管理を強めていく。税の管理もそう、医療の管理もそう。だ今今日いろいろ話してきました。岸田軍拡一方でのマイナンバーカードって話しましたけど、結局この流れのいくつ先は国民統制なんです。現代版治安維持法なんですよね。で、私は今そういう政治の流れと戦うっていう気構えと心構えというのが求められているのではないかというふうに思うんです。ですから、まあ、これをね、国民に分かりやすく説明したらなかなか難儀ですけど、私も研究していきたいと思うんですけども、要するにその平和守ろう、暮らし守ろうという、その一番根本に、まあ、政府の言い方をすればこのデジタル化と言ってる甘い言葉の根本にあるのは、デジタル化って文字見たら国民の管理統制って読み替えてください。そういうことなんですよ。政府が今言ってるデジタル化、デジタル化っていうのは言い換えれば国民の管理統制だし、もう一個言い換えれば財界のビッグビジネスなんですよ、デジタル化の行き過ぎは。だから本当に今我々が戦っている諸課題の根底に何があるのかっていうのをぜひ国売同盟の皆さんが掴んでいただいて、まあ、使命感を持って、戦っていくというふうにしていただきたいなというふうに心から期待をしているところでございます。そういってもまだまだ暑い日が続きますので、決してゴムにはなさらないように、しかし、着実に、解散総選挙の匂いも消えていないし、まあ、もしかしたらちょっと伸びて衆参同時選挙っていう話もないわけじゃないですし、まあ、いずれにしても2年後には私の選挙必ずあります。でそこまでには衆議院選挙も絶対あると思うんですね。ですからこれからこの2年間というのが本当にやっぱりこの国の命運をかけたね、大変な激動の時になっていくと思うんですね。皆さんも各地の、私もですね、各地の同盟の皆さんと力を合わせて全力を挙げていく決意でございます。今日はちょっとなんかいくつも重なっちゃいまして、この後埼玉会館の方に移動してまた40分講演を頼まれてますが、すいません、挨拶逃げで失礼いたしますけれども、加藤会長の報告だけは聞いていこうと思ってます。会長の報告を聞いただけで皆さんの討論まで聞けないんですけども、暑い夏頑張っていこうじゃありませんか。どうもありがとうございました。